どうもひこぼんです。今日紹介するのはこちら、組み立て式のテーブルです。超軽いです。かなりの人がレビューしてますけど、私もついに買ったという感じです。では開けてみます。できました。ちゃんと袋がついてます。おお、こんな感じです。ゴムなんですね。ちょっとちぎれないか心配です。それぞれの板はこのゴムでつながってるんですね。なので畳むこともできる。この上のバーを下げます。で、下のバーを入れます。そしてそれぞれ外れたこの留め具のところにこのバーの先をはめます。もはめます。そしてこの足をグオンと上げます。グオン、反対側もグオン。これでもう完成です。超簡単です。思っていた以上に簡単。ではこれ置いてみます。高さは想像していた以上に低いですね。こんな感じです。まあ直接地面に置くよりはこういう台があった方がいいですね。思っていた以上にガッチリしてます。いつものカップラーメンの時みたくしました。この風防とテーブルがセットになっているといいかもしれませんね。ここでガッチリ固定できるみたいな、まあそういうのはないんで、まあこれでやりますけど。ではちょっとお湯を沸かしてみます。ではいただきます。やっぱり小さくてもテーブルがあるとなんかこう豊かな気持ちになりますね。では畳んでみます。同じ要領ですね。木をパタンと倒す。そしてこちらもパタンと倒す。そしてこのバーを解除します。こっちにはめて
て、固めて、あとは折りたたむだけ。こんな感じですか。とても簡単です。で、あとは袋に入れるだけです。とても簡単。これからベランダでちょくちょく使っていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。